こんにちは。今回の補足動画は最初から公開でいこうかと思います。えっ、ー、とね、動画で情報発信をするものにたとってね、大事なのは、この一本でどれだけ売り上げが取れるだろうか、この一本でどれだけ、えー、視聴者さんを増やすことができるだろうか、この一本はどれだけ再生数に追求することができるだろうかっていうふうな挑戦することなんですよね。動画作ったいや作業が終わったじゃないんですよ。どんな思いで、誰に向かってどんな目的で作るのかってことが、いつもいつも動画、 一本一本明確にならなければいけないんですよね。で、そのためにどんなものを仕入れたのかってことも大事です。そしてどんな手を加えたのかってことも大事です。ここで一つね、私が昨日行った飲食店の例えをちょっと申し上げましょう。昨日の飲食店ではね、こうメニューがブワーッとね、何十種類もこのホワイトボードに書いてあるわけなんですよ。で、そこはね、いけすのある活魚の店なんですよ。で、お刺身とか、あの煮物とか、お野菜とか、お魚とかを中心に、ね、ものすごくね、美味しくメニューがたくさん出来上がってるんですよ。で、 いっぱいメニューがありすぎてもう目移りしちゃってどれがいいかなってこっちでわかんないぐらいなんですよ。でもおすすめの商品ってのはバーンって写真付きで出てるわけなんですよね。でもね、写真まではなくてもホワイトボードに書いてあるメニューの一つ一つが売れなくてもいいやって書いてあるわけがないですよね。で、商品一つどんなものにしても。 揚げ出し豆腐一つにしても、お新香の盛り合わせ一つにしても、必ず仕入れがあって、そこに手を加えて、値段の設定をして、あらりの計算をして、従業員さんには誰をやらせようかなとか、どんな手間がかかるかなってことを集約して一つの商品が出来上がってるんですよ。だからどれもこれも自信の一品なんですよね。この一つで売り上げ取るんだ。この一つで新しいお客さんを捕まえるんだっていう意欲に溢れてるわけなんですよ。 これをやっぱり私たちも YouTube でやるべきではないかなと思いまして今回の発足動画にさせてもらいました。ちょっとバッテリー切れそうなんでね、中途半端ですけども、ここで今回は終わりです。ありがとうございました。